はい、どうもあやとです。本日もご視聴ありがとうございます。今回の動画なんですけれども、大型トラックを運転する上でハンクラッチというものは必要ないのかということについて詳しく解説をしていきます。結論から言うと、ほとんど必要ありません。一般的にマニュアル車、特に乗用車を運転されている方からすると、一足のギアにつなぐときというのは、ある程度ハンクラッチを行った上でギアをつないでいかないとすぐにエンストしてしまうというような経験をされた方もいらっしゃると思うんですけれども、大型トラックの場合はこういった乗用車のように発進の際にハンクラッチを使用しなくてもエンストすることがありません。つまりそれだけ強大なトルクを秘めているエンジンですので、よほど荒々しくギアをつながない限りはほとんどハンクラッチを使用しないで走行させることができてしまうんですね。特に大型トラックというのはただでさえ車重が重い上に莫大な重量の荷物を背負って走行しなければならないという関係上、ガソリンエンジンに比べて強大なトルクを持つエンジンを装着していますので、逆に乗用車のようにハンクラッチを多用して走行してしまうとすぐにクラッチが減ってしまったり、あるいは焼けてしまったりというような不具合につながる可能性が多いんですね。ですので乗用車から大型トラックに乗り換えて一番最初に気をつけていただきたいのが、このハンクラッチの使い方でもあります。ガソリンエンジンの乗用車のマニュアルタイプの車にお乗りの方であれば、実際に大型トラックの運転台に座ってクラッチを操作した段階でですね、そのトルクの強大さから、これはハンクラッチしなくても十分につなぐことができるなというのが体感的にお分かりいただけると思います。通常大型トラックというのは現行で販売されている国産のトラックメーカーの車種において、マニュアルトランスミッションのモデルは基本的に7速のシフトとなっております。7速ギアがあるとギアチェンジが大変だろうというふうに考えられると思うんですけれども、実際大型トラックを発進させる上で1速というものはほとんど使用しません。貨物を乗せている状態であっても2速、空車の状態であれば3速で発進することができます。それほど強大なトルクと大型トラック独特のギア比率というものが組み合わさってこうした運転ができるわけなんですね。では大型トラックの1速というのはどのような時に使うのかというと、主に最大積載量満載で荷物を積んだ状態で坂道発進を行う場合などに用います。通常の大型トラックであれば満載の状態である程度の坂道発進であっても2速で行うことができるんですけれども、よほどの勾配であるというような場合についてや、大型トレーラーでの満載時の坂道発進、こういった場合に1速のギアが使われるというふうにご理解していただければと思います。それだけ1速のギア比というのはものすごく狭いものになっておりまして、1速は基本的に発進の際に少しタイヤを転がせるというような目的で使用するもので、仮に1速を使用してギアがつながった段階で直ちに2速に変速するという運転になります。通常乗用車のマニュアルミッションの車にお乗りの方としては、2速で発進したら相当クラッチやミッションに負担がかかるんじゃないかというふうに思われる方も多いと思うんですが、こちらも実際に大型トラックの運転席に座ってギアを操作してクラッチをつないでいただければ、私が言っている意味がよくわかると思います。こちらは大型トラックだけに限らず4トントラック等でも通常1速は用いず2速で発進するというのが定石のパターンとなっております。トラックのエンジンとギア比というのは4トン車であっても10トン車であっても大重量の貨物を積載するということに念頭を置かれて設計されていますので、相当トルク重視によった作りとなっています。こういった運転の特性についてもコメント欄の方でよく聞かれることが多いので、今回返答の動画ということで制作させていただきました。はい、いかがだったでしょうか。今回の動画はこちらで以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回は大型トラックの運転においてハンクラッチというものは必要ないのかということについて詳しく解説をさせていただきました。また次回の動画で皆さんとお会いできることを楽しみにしております。それではあやとでした。